B リーグベストパフォーマンス賞受賞おめでとうございます。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。背中で語れ語る昭和のなんか背中で俺の仕事を覚えるみたいなちょっとどうやったらスタージェッツになったとか、どうやってスタージェッツになろうと思ったのかっていうところもちょっと深掘りしたいなと思いますけども、はい、じゃあ次はミユさんから行こうかな。はい、私はそうですね、大学からチアをやっていて。大学からなんですか？そうです。小学校1年生からクラシックバレエを高校生までやっていて、うん、大学科に入るまでやってて、で大学に入ってからその競技チアの部活に入ったんですけれども、うん、その大学を卒業してすぐにまずはチアリーダーになりたい、チアを続けたいというふうに思い、いろんな競技のチアだったり、まあ、それこそ競技チアだったり、どういう方向でチアを続けるかっていうのを、まずすごく探しまして、バスケだけじゃなくアメフトとかも、はい、チアがあるので、まあ、まず見に行って、うんうんうん、どのチームが自分に合うかなっていうのを、うんうん、まあ、探していたんですね。でその中で千葉ジェッツというチームを見つけまして、試合会場に行った瞬間に、あ、もう私はこのチームに入るって決めまして、でそこからそのシーズンの時体験会っていうのがありまして、うんうんうん、何時間か練習を参加できるというのを、うんうんうん、すぐに申し込みまして、うん、で明和と一緒に、うん、参加させていただいて、あ、もうこれは絶対に受けるって、なりたいって、はい、しまして、でオーディションを受けるってなったんですけど、早く出さないとやっぱり誠意を見せられないと私は思いまして思い出しましたか、はい、思い出しました。すごい考えてたんです。まず志望理由だったりとか、うんうん、まあ、大体聞かれるであろうことをもう事前に準備をしておいて、はいはいはい、でエントリーシートがこれに送ってくださいっていうのが出た瞬間に記載して、うん、もう本当に結構すぐに送ったら1番だったらしく、そしたらそのエントリーナンバーが多分その順番、出された順番だったり、うん、まあミックスすることもあると思うんですけど、たまたまエントリー番号1番で、おわあ1番かと思ってたら、やっぱり早く出したっていうのが結構理由だったみたいで、うん、まあ、そういうこともあり、すごく熱意を持ってこのチームに、はい、入りました、はい、我々どちらかというとプロデューサーとか社長とかっていう立場と、うん、想定してくる質問の回答とか、なんとなく準備してきたなって分かりますよね。分かります、分かります。じゃあその中での準備してきたなって感じだったんですか？思い出した。まさにそうだと思います。ちょっとハードル上がっちゃったんですけど一番に出した人と、はい、どうやってゆこさんはスタージェッツになってったんですか？そうですね、もちろんミュートつながるところも多いんですが、うん、私もクラシックバレエを経験してチアダンス大学でやった時に、いろんなダンスをやった時にやっぱりチアは自分が一番合ってるなって思い、うん、そのやっぱチアを続けたいにも言ってたと思うんですけど、その思いと、あとやっぱ千葉ジェッツが専属マネジメント契約をするっていう風に出したので、うんうんうん、その時ちょうど自分も分岐点だったので、うんうん、これはチャレンジしようと思ってチャレンジしました。あ、チア今やってていいですよね、はい、なんであんな勇気くれるんですかね松田さん、じゃあそのチアリーダーのスタージェッツを作った経由とか、プロデューサーまでなられたそのチアの先にあるやっぱり先駆者だと思うんですけど、そのあたり少し話していただいてよろしいですか？はい、そう、私実はチアリーダー経験3年しかしてないんですよ。あら、これ言っちゃって大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫です。現役は本当にそれこそアメリカンフットボールのもともとチアリーダーを3年間やってました、うんうん。で、まあ、ちょっといろんな理由があって現役はもう続けられなくなってしまった時に、たまたま多分時期がすごい良かったんですけど、たまたまチアダンス教室とか習い事がなんか普及し始めた頃で、うん、でもうなんか知り合い横のつながりの、まあ、先輩とかから、うん、まずチアの指導者にならないかっていうお声掛けをもらって、うんうんうん、ちょうど会社もそのタイミングで辞めて、あ、なるほどなるほど。そう、でもそういうのって結構重なってますよね、今振り返ると。うん、別にすごいやりたかったわけじゃないっていうか、あでもあるある、私も別にそこまで社長やりたいとかそんなの思ってなくて結果なってちゃったっていうのもあるので、うん、本当に背中を押されて、まあ、教える道にそこからなんか知らないけど、うん、なるようになって、当時はレッスン13本1日あ1週間1週間13本そうやってた時期に、たまたま千葉と
同じタイミングでチームができた横浜ビーコルセアーズの、うん、アシスタントディレクターやってほしいっていうので、うん、プロスポーツチームの、ま、ディレクションに携わるようになったのが、うん、まあ、経緯としてはあります。で2年間ビーコルでお世話になって、うん、で3年目に千葉ジェッツからお声がかかって、うん、よく言ってるんですけど船から飛行機へ、はい、あ、なるほど、乗り換えさせていただきました、ね、はい、じゃあそろそろこのオーディションの話にも盛り上がってるんですけど、今ちょうどスタージェッツオーディションまた、はい、もう締め切りましたよね、はい、締め切りました、はい、じゃあそのもしねこれ見てる人たちのオーディションを受けるとのアドバイスをねここちょっと教えちゃいましょうよ、ぜひアドバイスがある。アドバイス、もうとにかく自分に自信を持って、あと自分でも楽しむし、うん、見てる方々も楽しませるようなパフォーマンスをして、うん、本当にあとは自信を持って笑顔で頑張ってください。いや、いいですね。お兄さんもちょっと一つね、そうですね、やっぱチアリーダーのオーディションって他のオーディションに比べてみんな励まし合うんですよ、うん、頑張ろうとか声を掛け合って、すごかったら拍手をしたりとか、うん、すごくみんなでチアアップをしながらオーディションを受けるので、うん、あまりなんていうんですかね、構えすぎず、うん、ゆう子が言ってるように楽しんで、しっかり自分の強みをパフォーマンス出し切れればいいんじゃないかなと思うので、はい、頑張りましょう。私も頑張ります。じゃあ松田さんもちょっとは、まあ、いろんな方が受けに来るんですけど、なんか判断基準を言っちゃうと、そうですね、やっぱ気持ちのところ、うんうん、がちゃんとパフォーマンスでも伝わってくるか、面接でもちゃんと伝わってくるかなので、うん、なんかなんでこのチームなのか、うん、他のチームじゃなくて、なんでなんでスタージェッツなのかっていうのをちゃんとなんか気持ちを一個しっかり持って来てもらえたら嬉しいなって思います、うん、あとやっぱ僕、私も会社の面接とかもやっぱ受けるんですけど、今の組織とか今のユニットとかにこの方が中途採用で入ってきたとか、この方がやっぱ新卒で入ってきたとかって考えた時に、すごくスキルがあるけど多分チームのカラーだったりとか、バランスっていうのもありますよね。みゆさんとゆうこさんがいて、他のメンバーがいて、新しく新規加入が入ってきた時にどう見えるかっていうのって結構大事ですよね、うん、結構大事ですね。だからすごく上手で、変な話、すごいスタイルも良くて、うんうん、ただちょっとスタージェッツには合わないかなとか、そういうのもあったりするので、うん、今日はいっぱいお話を聞かせていただいてるんですけど、まあ、きっとありきたりというかもいっぱい話してるかもしれませんが、スタージェッツのね、やっぱやりがいとかすごく嬉しかったとか、逆にねすごく悔しかったこととか大変だったことってちょっと教えていただきたいんですけど、どういう時かなと思ってますか。ちょっと言いますか。はい、じゃあ私からやりがいは、うん、やっぱりスクールなどやっぱ小さいこと触れることも多いので、そういった時に将来の夢はスタージェッツになることですって言ってくれた時には、もう本当にあ、スタージェッツでよかったなって思います。いいですね、そうやってスタージェッツになりたいって言ってもらえる存在でいるって。絶対にコンタクト社長になりたいとかって言うといなさそうですもんね。いやいやいや、将来はコンタクト社長になりたいですとかって絶対ないですからね、うん、そう考えるとスタージェッツになりたいって言われる存在になったって嬉しいですよね、はい、夢の一つになれたんだなって思う、本当に教えてチャンスをなんか与えられてよかったなって思う、うん、あ、なんかすっごい胸になんか今キュンとしました。どうですか、嬉しい。そうですね、嬉しかったこと、まずスタージェッツに入ってやっぱり踊れるだけではダメなんだなっていう壁にもすごく直面したのはありましたね。先ほどプロデューサーからも総合力ナンバーワンっていうお話があったと思うんですが、喋れないとダメとか、そうですよね、はい、やっぱりアピアランス、体型を維持しなければいけないとか、うん、やっぱりプロとして必要なことがすごくたくさんあって、その中でも私はすごい喋るのが、うん、当時今もなんですが苦手だったので、うん、話を組み立てることだったりとか、うん、言葉遣いだったりとか、そういうのはやっぱりこういう環境に入って学ばせてもらったことがすごくたくさんあったので、はい、じゃあここはやっぱ取りでマスターの方で、ね、嬉しかったこと、楽しかったこと、悔しかったこととか、やっぱり結果が大事なので、うんうん、まあ、パフォーマンスだったり、みんなにこういうことやってねとか、こういう時はこういう振る舞いしてねとか、やったこっちの何だろう、作戦とか意図がちゃんとお客さんに伝わって反応が出た時がやっぱりやりがいがあります。うん、うん、パフォーマンスもこういうふうに思ってもらいたい、ここで盛り上がってほしいとか、うん、そう、拍手が来るかなとか、うん、そこのなんか全部がハマったなみたいな、うん、
瞬間は一番やりがいを感じますね。うん、ダンスって手と足と踊ってじゃなくて、やっぱ顔もなんじゃないですか、皆さん表情も笑って、あの辺って結構意識されるんですか、鏡の前でなんか練習とかするんですか、うん、あ、するんですか、曲に合わせて顔も私たちも、ここはじゃあ全力の笑顔、ちょっとここは控えめの笑顔とか変えてメンバーで話してます、うん、ちょっとだけ鏡に向かってやってる練習風景ってどんな感じであるんですかあ、でも それこそ表情はなんかいろんな表情を見せたいなと思って、私は結構NBA とか NFL のチアリーダーの顔真似、例えばなんか肩眉を上げる練習とかしました。なんかかっこいい表情をしたいってなった時に、ふってなった時にちょっと肩眉上がってたらかっこいいなとか、外人さんの顔、うん、笑い方、ここの上げ方かっこいいなとか、うん、それは指導してるんですか。そこまでやれとは言ってないでもそうだから一曲顔だけ、うんうん、自分がそうどういう表情するかっていうのは私も現役時代やってたし、あ、うん、あっという間なんですけど、これラストの質問になっちゃいましてですね、今後のスタージェットについてっていうところで、まあ、今後チャレンジしていきたい、チームとしてやっていきたいこととか、もちろんプロデューサーとしての最後の視点かなとかっていうところでちょっと掘り下げたいなと思います。はい、もうやはりこのベストパフォーマンスチーム賞をいただいたので、うん、来シーズンはこれに恥じないようなパフォーマンスをしていきたいですし、うん、さらにさらに進化したスタジオも見せていきたいなと思っております、うん、ありがとうございます。そうですね、私はやっぱりコロナが少し落ち着いてきたので、うん、地域のイベントだったり、なかなかこの2シーズンすごくイベントが少なくって、うん、ブースターの方と触れ合う機会がすごく少なかったので、これからさらに増えていって、さらに密な関係でチームを盛り上げていきたいなと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。それでは最後、総括という形でプロデューサーです、今後のスタージェッツだったりです、見どころをちょっと、まずはね、新しいシーズン始まったらメンバーも変わっていくので、まあ、そこでまたしっかり魅力あるチーム作りっていうのをしていきたいなっていうのと、やっぱりこうスタージェッツのブランドって言ったらもうおこがましいですけど、うん、今まで培ってきたものがあるので、そこをしっかりつないでいくことと、まあ、あとプラス毎年しっかりチャレンジをする、うんうん、っていうことを忘れずにやっていきたいなと思います。そうですね、はい、アリーナもできてきますし ね、 そうですね、楽しみですよね、アリーナで踊るのとかね、試合見るのとか、それこそ本当に一日が試合を見るだけじゃないのは楽しみになってますので、僕はそれだけでもスタージェッツの価値っていうのは千葉ジェッツに貢献してるんじゃないかと思ってて、千葉ジェッツの歌流れるじゃないですか、僕前半あれピークで千葉ジェッツあそこまでで一回ピーク終わって試合が始まるので、本当にでも期待しておりますので、また今後のスタージェッツにのプロデュースと次のご活躍の場もね、どん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 見たいなと思います。ぜひよろしくお願いします、はいはい、今日はお忙しいところをいろいろと本当に身内ネタから細かいところまで教えていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ということで本日はここまでにしたいなと思っております。この動画に満足いただけましたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。まずは4手、クラップを2回してください。絶対活動で片手ジェッツポーズをしてグー、もう一つのはい、絶対活動千葉ジェッツでポン、そして最後はジェッツポーズ、ジェッツポーズですね、せーの、絶対活動千葉ジェッツ、はい、ありがとうございましたいや、すげえ緊張して、いいですね